僕山ヤギ、新しいもの面白いもの大好き。みんなに僕が見つけてきたワクワクするものを紹介するよ。山ヤギの何これコレクション。今日来たのはここ。山ヤギくん、暑い夏は熱中症に注意。特に今年は外出自粛もあって暑さに体が慣れていないし、マスクをつけることが多いため体に熱がこもりやすくなっているから気をつけなくちゃいけないんだって。そうなんだ。その熱中症対策におすすめなのがこのポカリスエット。熱中症対策の基本は水分補給です。汗からは水分だけではなく塩分などの電解質も失われます。ポカリスエットは汗の成分に近い電解質バランスの飲料なので、水よりも素早く体に吸収され長く体を潤すことができるんです。ワンの方。熱中症対策には効率よく体を冷やすことも重要です。そこでこちらのポカリスエットアイススラリーがおすすめ。めアイススラリーとは細かい氷の粒子が液体に分散している状態のことで、凍っているのにとろみがあるため冷たい喉越しが長続きします。ポカリスエットアイススラリーは水分と電解質も含まれているので新たな熱中症対策として注目されています。ひんやり。暑い季節、皆さんも熱中症対策考えてみませんか。宮城生協鶴ヶ谷店では熱中症対策コーナーを充実させお待ちしております。なるほど。今日分かったことは、ポカリスエットで賢くクールダウン。何これコレクション認定。次は何かな。